おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2802です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回からね、またプラモデルを作っていくんですが、実はこいつね、買ってました。ただ、どこにもね、言ってなかったね、そんな感じの大型プラモデル。これをね、ちょっとやっていきたいと思います。それが、こちら。よっこら、しょいと。はい。こちらですね。HGUC のナイチンゲールですね。こちらを紹介していきたいと思います。まあこれね、入手してから結構時間が経ってるんですけどね。まあいつ作ろうとね、悩んでおりましたけど、今やりたいと思います。はい。で、HG ですけど、当然ながら箱がめちゃめちゃでかいと。以前作りました、HG の中でもね、最大クラスに近いんじゃないかなと思われる、ハイゼンスレイ2ラーとかですね。あれに比べてももっとでかい。あとはバウンドドックよりもでかいんじゃないかっていうね、そんな感じの箱となっておりますよと。ほぼ MG ですね。はい。こんな感じのものを紹介していきたいと思います。ナイチンゲールに関しては、過去にですね、ロボット魂やったことがありますけど、まあ、それのプラモデル版と思っていただければ一番わかりやすいかと思います。ロボット魂の方もね、完成品でめちゃくちゃいいんですけどね。あれはどうしてもね、金属パーツ使ってる関係でね、結構重たいんですけどね。一応こちらプラスチックオンリーという感じなんでね、多分軽いんじゃないかなと。で、パッケージこんな感じになっておりますよと。で、横というかね、が、まあ、こんな感じになっているよと。一応こちらフロントですね。リアですよ。ここのところにバインダーはフレキシブル稼働って書いてるんで、ここですね。こちらの部分が稼働します。コックピットブロックが開閉しって書いてるんで、コックピットが開くみたいですね。で、こちらね、ビームライフル、ビームショットライフルじゃないね。ビームライフルですね。を構えることができるとか、サーベル関係ですよと。で、隔週での方もちゃんと展開できるというふうになっております。で、さらに横とかね。まあ、それがこんな感じ。で、さらに裏側っていうかね。いやー、表。はい。以上こんな感じになっておりまして、武器関係ですね。大型メガビームライフル、ビームトマホーク、サーベル、ファンネルですね。で、シールドですよと。で、バーニアノズルがどうのこうのってね、こういう風になっていますと。で、バーニアノズルをね、見ていただきますと、こちらですね。中心部分が黒くて、周りが黄色い。で、多分その外側は黒だと思いますんでね。多分3層構造っていうか、まあ2層か。黒いパーツのところに黄色いやつをね、はめ込むような感じかなと思います。で、ナイチンゲールは何かっていうのがここに載ってるという形となっておりましたと。はい。ということでね、早速こちら開けていきたいと思います。では、レッツ。オープン。はい、箱を開けたのがこの形となります。まあ、いつもの通りね、ランナーを出したいとこなんですけど、まあ、こんな感じで見下ろし式なんで、このまま行きたいと思いますが、説明書関係がこんな感じで入ってますよと。で、これがね、後ろのパーツですね。これだけでも相当でかいですね。私の手と比べてもこんな感じ。なので、人の手と比べて同じぐらいのサイズと思っていただくとね、こちらのリアパーツがめちゃくちゃでかいのがわかると思います。はい。で、ここのところに、多分これ型関係かなと。で、あとここのところにプロペラントタンクがあります。裏側のこちらが多分脚部ですね。で、これボディーパーツの一部と。はい。で、次に、こちらですね。先ほどのでかいパーツの内側。で、さらに、ここのところはバーニアノズルの内側ですね。で、こちらのところが多分、胸部パーツですね。で、ここのところに頭部パーツの一部があるみたいなね、そんな感じかなと思っております。で、さらにここのところに、こいつが多分シールドかバインダーですね。あ、2個あるんでバインダーですね。両方に配置されるバインダーパーツですよと。で、足パーツだったりとかね、こんな感じでめちゃめちゃパーツがいっぱいありますね。はい。で、こちらのところに、バーニアの内側だったり、プロペラントタンク、肩、肘関係がありましたと。で、サーベルパーツと、大型メガビームライフル、こちらがね、コックピット周りとかね、そちらのパーツだったり、手首パーツですよと。これでとりあえず半分です。また、続きがありますからね。こちらのところに続きがありまして、こちら。ビームトマホークの刃、ビームサーベルですね。シールド。ここにアンテナなのかなみたいなね。こんな感じでパーツが入ってきておりますよと。で、こちらですね。ここのところが大型バインダーの外側ですね。外装パーツ、前腕でしたと。で、それが同じ感じで2枚ありますよと。はい。まあ十分でっかいですね。はい。で、あとこちらシールドの外装部分と、これがフロントアーマーですね。で、ここのところも脚部かな。一応そんな感じですね。はい。で、ビームトマホークがこんな感じで非常にちっこく見えますけどね。全体的にただただでかいだけですね。一応こんな感じでパーツが入ってきておりましたということで、まあボリュームはね、めちゃめちゃあるわけですね。これをこれからね、パーツ処理することを考えると、ちょっと、
どうしようかなって思うぐらい大変だと思いますが、一応内容としてはこんな感じになっておりました。で、紙物ですね。紙物に関してはこちらですね、ガールガンレディありますけど、まあこの当時のやつですね。はい、一応こちらね、オプションパーツ過去に紹介しましたけどね、一応こんな感じのね、コラボパーツもありましたと。で、説明書と。で、説明書の方がこんな感じですね。 HGUC のナイチンゲルとなっております。で、中身ですね。中身はまあこんな感じで、切り離し方法がありますよ。ランナーリストと。で、ランナーリストが2ページですね。ここの部分とこちらの部分なんですけどね、これでおしまい。なので、ランナーの枚数はね、めちゃめちゃあるように見えるんですけど、実際パーツがでっかいだけですね。なので、そんなに枚数なさそうなんでね。まあ、処理は大変ですけど、はい。一応その感じのね、枚数、パーツ数ですね。はい。で、まずはこちらですね。腰部分を作るのかな。それから足を作るみたいな感じ。あ、足ですね、先にね。足パーツを作っていきますよ。で、これが準備できましたら、次のところで、腰ブロックですね。こちらを作りますと。で、これができましたら、後ろですね。リアスカートとかを作っていきましょう。プロペラントタンクを作るよと。で、組み合わせて下半身がほとんど完成かな。で、それからボディーパーツ。これを作っていきまして、中間にこんな感じと。まあ、ナイチンゲール説明とかね。こちら HG のね、ベルトーチカチルドレンプラス逆襲のシャアシリーズをね、HG のラインナップというかね、こんな感じのものがありましたと。で、さらに次のページですね。多分頭部かな。このままプロペラントタンク行って腕か。腕いきますね。腕作っていきましょう。で、それから次のページに行きまして、ここであと頭部ですね。で、肩アーマーみたいなね、パーツをつけてあげて、組み合わせてバインダーですね。大型バインダー作りますよ。そして内側にね、ノズルつけてあげて組み合わせたら、これでほとんど本体が完成ですね。で、これが出来上がりましたら武器。大型メガビームライフル、シールド、ビームトマホーク、ビームサーベルと作っていきますよと。で、これができたら、あとね、組み合わせて装備させたりとか、アクションベースですね。こちら見ていただくとね、最初からついてるように見えますけど、これ、説明書をね、よく見ると、アクションベースは別途となっておりますんで、浮かせる場合は買わなきゃダメですね。しかも2個。1個じゃなく2個ないとね、浮かないみたいなんですね。一応こんな感じになっております。はい。で、裏がこうで、一応カラーガイドもね、下の方にあるという感じになっておりました。はい。一応中身はこんな感じ。まあパーツがめちゃめちゃでかいんですけど、実際のパーツ数はね、思ったよりも少ないんじゃないかなと。HG と RG の中間ぐらいのね、感じじゃないかなと思っておりますんでね。まあ組み立て自体はそこまで苦労しないと思いますが、パーツ処理が苦労するかなと思っております。はい。なので、とりあえず今回はですね、説明書の順番通りいきますので、足作って腰作って、リアスカート。こちらを作っていきたいと思います。そしてその次、次回。次回は残りの上半身ですね。ボディ、腕、頭、大型バインダー、そして武器関係とやっていきたいと思います。そして3回目にギミック編とやっていきたいと思いますんで、全3回でね、お届けしたいと思いますんで、早速ですね、今回使用するパーツ、さっとね、用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。とりあえずですね、今回下半身っていうかね、だけ用意しておりますけど、まあ見ていただいたらね、わかる通りパーツがめちゃくちゃでかいので、全部入りきっておりません。一応この辺に足があって腰周りですね。ただリアスカートとかはないよと。あとプロペラントタンクもないという感じになっておりますので、それですね、組むときにまた用意したいと思いますが、早速作っていきたいと思います。まずは脚部ですね。そちらからいきたいと思いますが、まずベースになるのがこいつですね。このブロックパーツ。こちらの下ですね。ここの部分にこちらのパーツをズボッと入れておきましょう。はい。で、これが入りましたら上ですね。ここの穴のところに、こちらのパーツですね。これが膝関節。これをここに入れるよと。で、これがね、入りましたら、上のところにこいつが入りますよと。向きはこんな感じかな。で、これが入りましたら、もう一つのパーツで固定すると。で、このパーツですね、固定するのはいいんですが、こいつ、限界値がここですね。もうちょっと行きたいところなんですけどね。これで止まってしまいますんで、まあ一応こんな感じでね、スポッと入れておきましょう。はい。で、これができたら上のところに対して股関節パーツとしてね、こちらのパーツですね。内部にブロックパーツを入れたこいつをね、用意してあげまして、反対側から閉じてあげますよと。はい。こんな感じで股関節ブロックと。まあこれもね、非常にでかいんですけどね。で、これが準備できたら先ほど作っていたこいつと組み合わせた形にすると。で、これ自体はこんな感じで、ね、パチンと入るというかね、こんな感じで収まりましたら、ここの部分をね、固定するように、こちらちょっと長いやつが前面パネル。で、しっかりとね、奥まで差し込んであげましょう。はい。
で、後ろのところにこちらね、短いやつがはまりますよと。向きとしてはこの形。まあ、ここのラインですね。これがピチッといくように作ります。ここの部分に関しましては左右共通ですね。で、とりあえず今回作ってるのは右なんですけど、左にするときには最終的にここをひねるっていうね、そういう構造となっておりますよと。はい。で、最終的に仕上がるとこうなって、ここの部分がぐにゅっと曲がってるね。気持ち伸ばしたいですけどね。まあ、こういう形になってしまいますよと。はい。で、これができたら前面ですね。ここの部分に対して、こちらのね、アーマーパーツ、膝パーツを入れてあげると。これができたら、ここのね、穴のところに対して、フロントパネルとして、こちらのパーツですね。ここにスッと入れて引っ掛けるよと。はい。で、ここですね。今みたいな感じで強引に入れるので、下手するとここね、割れちゃう可能性がありますんでね。とりあえず十分注意しながら、ここにね、入れてあげましょうよと。はい。で、これができたら、横としてね、こちらのデカパネルですね。これとこれを用意すると。で、今回ですね、先ほども言った通りですけど、右を作っておりますんでね、こちらの中に入れるバーにはですね、こちらがまあ、外側に配置されるように作りますんで、内部にね、こういう風に作ってあげまして、ここに組み付けますよと。これがまあ、ここにはまることによってこうなりますけど、ここのバーニアノズルがね、外になりますんで、これで右と。なので、これとね、逆の形で作ると左になるという風になっております。で、こんな感じでね、準備できましたら、こいつをね、使って固定してあげると、これで膝回りというかね、こちらのパーツができたと。これができたら今度下ですね。足首パーツを作っていきますよと。そのパーツがこちらですね。このパーツの内部のところに受けパーツとして、こいつを入れる。で、前面部分につま先パーツとしてこちらを入れてあげましょう。で、これができたら横に取り付けるパーツとして、こいつと、こいつですね。これを重ね合わせたものを用意してあげる。それがここに配置されると。で、もう一つですね。同じ構造で作ってあげて配置しますよと。見ていただくとわかると思いますが、こっちが短くてこっちが長いと。長いのが外側に配置されますんでね。ちゃんとこの形で作ってあげると。これがですね、同じものを2個作ってしまうと、後々ね、とんでもない目に遭いますんでね、十分注意しましょう。はい。これが準備できたら、ここの部分をね、覆うように、こちらのパーツですね、このでっかいやつを使って固定してあげましょう。はい。こんな感じ。で、さらにつま先パーツとして、こちらのパーツをね、差し込んであげれば、これで足首ですね。これができましたので、こちらの中心ですね。中に入れたこちらのパーツを、先ほど作っていたこいつと組み合わせてあげるっていうね。こんな感じにしてあげると、これで足ができたっていうね。このような感じです。構造自体は見ての通り結構単純です。ただ、物がでかいんで、非常にスペースを取ってるだけですね。はい。一応これでね、足パーツできましたので、このままね、続きで腰パーツ行きたいと思います。腰パーツを行くときには、まずフロントアーマーから作りますよと。フロントアーマーには隠し腕がありますんでね、先にそこを作りますが、こちらのアームですね。このパーツの下のところに可動部分としてこいつをここに設ける。で、こちらの下の部分にこのパーツですね、こちらをパチッと入れる。で、反対側にこちらのパーツをパチッと入れて、さらにこちらのパーツですね、棒がついてるやつをプチッと入れてあげて、先端のところにマニピュレーターみたいなやつを設けますよと。まあ、こんな感じでね、重ねていきます。これが準備できたらゴキゴキっと曲げていきまして、こいつも曲げてあげると。で、とりあえず、右のフロントアーマーを作るときにはこんな感じですね。最終的に仕上がったときに、爪のね、短いやつですね。これがまあ自分が向くように作ってあげますよと。で、出来上がったこいつを、フロントアーマーの裏側のところにサクッと刺して、ちょっと下げるっていうね。で、ここにある溝ですね。ここの部分に組み付けておいたマニピュレーターがはまるように、根元部分ひねったりとかしてね、ここに収めてあげるっていうね。このような感じで配置してあげましょう。はい。で、これができたら、ここの部分に対してね、外装パーツとしてこちらを設けると。これが入りましたら、ここですね。4箇所くぼみがありますんでね。そこの部分に対してこちらのパーツを入れていくよと。で、このパーツですね。似たようなパーツがめちゃくちゃあります。なので、付ける位置を間違えるとね、はまらない可能性がありますんでね。十分注意しながら入れてあげると。で、とりあえずここのパーツ、右を用意してますけどね。左もね、同じような構造でつけていかなきゃいけませんので、説明書をね、写真というか、それをね、しっかりと確認しながら入れてあげましょう。これもね、多分一回入れたら抜けなくなると思いますんでね。十分注意しながら、ここにズボッと入れてあげましょうと。で、これ、入れたはいいんだけど抜けるよという場合は、接着した方がいいかなと。このパーツもですね、予備ありませんのでね、こんな感じでね、スポスポッと入れてあげて、
ダメなら接着というふうにした方がいいかなと。はい。これでね、こちらのパーツがすべて入りましたら、これでフロントアーマーが一つできましたと。これが右ですね。で、左も同じ構造で作ってあげますよと。一応こちらね、マークは付属のね、マーキングシール貼り付けてあります。はい。一応こんな感じでございましたと。はい。これでフロントアーマーできましたので、次に中心部分ですね、を作りますよと。中心部分に関しましては、こちらのパーツですね。このパーツの内部の先端部分、ここに対して、これ。それとこれ。を組み合わせたものを用意してあげまして、このパーツを先端のここにぶっ刺しますよと。はい、こんな感じですね。で、これができたらこのパーツを付けたいとこなんですが、先にですね、ここの内部のところに、このブロックパーツ。こちらの下のところに、こいつですね。これを重ね合わせた状態にしたものを用意して、ここの部分に対して、こいつを差し込みますよと。こんな感じ。で、これができましたら、このパーツがね、逃げないうちに、こいつをね、上からぶっ刺して、しっかりと固定するよと。はい。これでできたよと。で、これができたら初めて、こちらのセンターパーツをね、ここに入れて重ねてあげましょうと。一応こういう順番になっておりますんでね、多分順番間違えるとね、最終的にはまらないと思いますんでね、このような感じでね、重ねて組み付けていきますよと。で、これができましたらフロントアーマーとして、こちらのボール部分に対して、組んでおいたフロントアーマーをね、ブチブチっと差し込んであげましょう。で、脚部に関してはね、とりあえず次回のね、後編の時に組み付けたいと思いますけどね。一応こんな感じでフロントアーマー部分ができましたと。で、これができたら今度後ろですね。リアアーマーっていうかね、リアスカートを作っていきますよと。そのリアスカートに関しては、まずはこちらのでかいパネルですね。こちらのパネルのところにこいつを入れると。で、入れる向きはね、決まっているんでね、それで重ねてあげればいいんですが、このパーツ、しっかりとね、ざっくりと入りましたら、ここのパーツの中心ですね。こちらとこちらのところに、ね、黒いですけど、ここに対して2つね、シールを貼り付けます。で、これが入りましたら、ここと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 、ここってね、全6箇所に対して、ここに置いてあります、バーニアノズルを入れると。で、一番でかいのは分かりやすいよと。ここにね、1個ずつ入るんで問題なしと。で、この後に、ここのね、4箇所。ここに入るのが、非常に似てるね、ノズルがね、ありますよと。一応、軸の太さが違うのかなと思いますんでね。今ちょっと適当に掴んで刺してますけど、多分これかな。はい。1個入ったと思います。で、他のね、似たやつっていうのが、この底のね、ここに入るんですね。なので、先にここのやつをね、セッティングしておいた方が分かりやすいかなと思いますね。とりあえず、まあ、軸の形状でね、判断する形となりますけど、一応ね、狙って刺していこうと。で、間違ったやつをやっても、若干ハマっちゃう感じがするんでね、これはね、軸の形状自体がね、まあ、一応把握しやすくはなっておりますが、上につけるやつは角軸、下は丸ですよとかね、完全に違えばね、もっと良かったかなと思いますね。まあ、一応こんな感じで入れましたと。で、中にね、バーニアノズル入りましたら、これを覆うようにでかいカバーを設けるよと。そのデカカバーっていうのが、こちらですね。開封時にありました。めちゃくちゃでかいパーツですね。このパーツを用意して、これをここに入れますよと。で、その時に内側ですね。ここの部分。こちらと、こちらのところにね、オレンジのやつがありますけど、ここ、付属のね、紙のシールを貼り付けます。めちゃめちゃ貼りづらいです。このくぼんでる部分に入れますので、こちらですね、ピンセットだったりとか、爪楊枝とかね、竹串とかね、そういうような細いものとかを使って、入れなきゃダメですね。ここもですね、ただ単に平らな面にペタッと貼るんじゃなく、ここの面とここの面みたいなね、2箇所の面に貼る感じになりますんで、非常に貼りづらいですね。まあ一応そこの部分をね、頑張って貼り付けてあげたら、あとはこいつをね、ここにズボッと差し込んでいきましょうよと。はい。で、これがですね、うまく入りましたら、底の部分としてね、今用意しております残りのね、バーニアノズルを刺すと。一応この辺ですね、形状を把握しながら入れればいいと思いますが、結構やりづらいですね。あと、これ硬いからといって強引に力をかけると、こっち側がね、剥化したりとか、こっちがね、割れたりする可能性がありますんでね、十分注意しながら、このところにね、しっかりと入れてあげましょうと。で、これが準備できたら言っておいた、こちらのノズル関係を下に入れると。ここのノズルはですね、角軸というか、板なんで、もしかしたらね、抜けちゃう可能性がありますんでね、ここの部分は気になる方は接着しておいた方がいいかなと思います。はい。こんな感じでね、リアスカートできましたよと。で、これができたら今度底ですね。ここに取り付けるパーツとしてプロペラントタンクをね、用意しなきゃいけませんので、ささっとですね、残りのパーツ出してしまいたいと思います。
はい、残りのパーツ用意しました。一応これとこれがプロペラントタンク、これがプロペラントタンク同士をつなぐジョイントですね。で、これがサイドアーマー、一応こちらがランディングギアみたいなね、そんな感じのパーツになっております。で、プロペラントタンクに関しましてはね、同じものを2個作るんですけど、ここにですね、穴があります。で、これがですね、もう1個開いてれば同じ感じで作ることができますけど、ここですね、左右の区別がね、出てきますので、とりあえずこのね、穴を上にするよと。で、こちらのキブパーツをここに設けます。一応この形で、もう一つのパターンがこれ逆にしなきゃいけませんので、適当に作ると穴がなくなるんでね、ちゃんと把握して作る必要性があります。で、これが準備できましたら、底としてね、こちらのパーツを使って挟み込むだけ。組み方自体は簡単、ただここはね、十分注意が必要ですよと。で、これが作り終わりましたら、ここの部分に対して赤いマーキングシールを貼りますんでね、ここちょっと貼ってしまいたいと思います。はい、マーキングシール貼りました。このマーキングシールですね、ここから何センチとかっていう指定がないんですね。一応だいたいこの辺というふうになっておりますんで、ちょっと適当に貼りましたけど、これをですね、左右で合わせなきゃいけないので、ちょっと大変なんですけどね、一応こんな感じで貼りましたと。で、これができましたら、こちらをね、つなぐように、こちらのアタッチメントパーツですね、これを用意してつなぐと。で、その時にこちらね、リアアーマーというかね、リアスカートのここにはまる感じになりますんでね、これで向きをね、確認した方が早いかなと。で、こういう風に刺します。ここにある穴ですね、これが上になるように用意してあげて、こんな感じで組みましょう。同じ構造でプロペラントタンクをもう一個作ります。で、こういう風に刺しますよと。で、これですね、先ほど言った通り、この穴がですね、上にならなきゃいけませんので、この形になるように作りますと。で、これができましたら、こいつをね、ペラッとめくりまして、裏側の方に配置すると。で、これですね、配置自体は簡単ですね、とりあえずそのままズボッと刺すだけです。で、これが入りましたら、先ほど言った穴ですね、こちらの穴とここの突起ですね、これが合いますんで、グッと寄せていってガチッと差し込みましょう。こちらも同様にガチッと刺すと。一応このような感じで刺しましたと。そして真ん中のこのくぼみですね、ここのところに対してランディングギアとして、こいつとこいつですね、これを組んだものを用意すると。こちらの突起ですね、これが一応左手側になるように持つ。そしてこいつ、割れてる部分がこっちの突起と同じ方向にね、向くようにここに合わせて差し込んで、ブチッと入れると。はい、こんな感じでね、ランディングギアできたと。で、これができましたら、ここですね、こっちではなく、こっち側のね、上の方にある突起をここにぶっ刺しまして、スライドさせると。そうするとこのような感じで組み付けることができましたと。これに関しましてはね、ここの部分をリアアーマーのここにズボッと差し込んでね、足を使うことによって3点で立たせることができるという感じになっておりますよと。はい。で、取り付け自体は先ほども言った通り、ここの穴ですね、こちらの穴のところにこちらの腰パーツをで、ね、そのままスポーッと差し込んでいって、一番奥までぶっ刺すっていうね、こんな感じになっております。とりあえず今はね、足つけてないんで、ランディングギアしかね、ないですけど、これプラス両足でね、しっかりと立たせることができる形になっておりましたと。で、あとは最後にサイドアーマーですね。サイドアーマーに関しましてはね、こちらのパーツの内側にこのノズルをぶっ刺すだけですよと。で、これで完成という形です。組んだのはとりあえず右側分となっておりますよと。とりあえず足とサイドアーマーに関しましては同じ構造でさっとね、作りましょう。はい、とりあえず今回の組み立てに関しましてはね、ここまでとさせていただきたいと思いますが、まあ見ていただいたらわかる通り、構造自体は単純です。RG とかね、MG とかを作る感覚っていうよりも、非常に大きい HGUC という風になっておりますんでね、組み立て自体はかなり簡単です。ただパーツがでかいっていうね、ただそれだけです。ただまあ、以前ですね、ロボット魂のナイチンゲールね、紹介したことがありますけど、まあ、あいつをですね、完成品で買ってますけどね、あれを一から作ってるような感覚かなと思うとね、まあなかなか面白いと思いますね。ただ実際、軽く見るだけでもね、アレンジが結構違うんでね、HG は HG でなかなか面白いんじゃないかなってね、ちょっと思っております。はい、一応こんな感じでね、とりあえず今回は両足とサイドアーマー腰パーツ作っていきましたけど、まあこれがですね、最終的に仕上がるとどんぐらいのボリュームになるかっていうね、非常に楽しみな感じになっております。ただ稼働は絶望的じゃないかななんてね、ちょっと思っておりますよと。はい、ということで今回ですね、 HGUC のナイチンゲール、こちらのまずは両足、それから腰パーツ、サイドアーマー、こちらのね、組み立てをやっていきましたと。はい、ということで次回ですね、次回はこちらの残りとなります上半身ですね、
まずはボディ作って、腕作って、頭、武器。そういう風にね、作っていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。